はい、毎度皆さんこんばんは、秋葉こと秋広です。今日はね、大阪は天王寺に来てます。で、天王寺言うたら日本一の高さのビルがあるアベノハルカスがあるところやん。で、ちょうどね、この後ろのこれがそのアベノハルカスやねん。で、今ちょうどこれその真下におって、その隣にね、あのフープって言うてこういうショッピングモールがあんねやんか。そこでこれ撮影してんやけども、で、今日なんでここに来たんや言うたら、あのこっから歩いてすぐのところにね、牛丼屋さんと牛丼屋さんに挟まれたお店で和牛焼肉の食べ放題のコースがある焼肉屋さんがあるんやって。てなことで今日は焼肉を食べに来ました。ということで早速行ってみよう。ということで、今これチンチン電車沿い歩いてて、もうすぐお店に着くんやけれどもね、今来ました、ここ。ということで、今階段登ってきてね、今お店の入り口に来ました。ちょうどね、あの高級そうなこんな感じです。こんな、こういう看板があって、入り口ここですね。なかなか高級チックじゃない。あの、ほんで一般のメニューがね、こんな感じやね。これがね、メニューで、普通のメニューがね、こんな感じ。こう。めっちゃめちゃうまそうな、あの、感じでしょ。感じだと思うわ。なんか店の作りも高そうな感じで、あの、良さげな感じですよ。こんなメニューもあります。で、ここで食べ放題とか飲み放題のメニューはこんな感じ。食べ放題コースです。ということで、乾杯。相変わらずこの一杯目で見る、最高。キムチ、焼肉って言ったらキムチや。うまいね。見る。白菜キムチ、最高。この初回のお肉はこんな感じです。めちゃくちゃいいの来ましたね。一生懸命今、あの焼いてる、あの将軍様がいてるんで、焼きをお待ちしてます。うまそうやろ、ええ感じだよこれ。めっちゃうまそう、見て、うまそうな肉でしょ。頭になります。最高。ほいでビール、うまー。これうまそうやん、これこんな、これはトントロかな、これこんな感じ。めっちゃうまそうでしょ。トントロこれですよ。あ、それ違うって。間違えた。でもこれなんや、あの牛肉やわ。あのな、どうしたの、和牛専門店やんか。で、食べ放題やねんけど、あのなんていうの、そこそこええ肉っていうの、あのまあ、俺がそのええ肉食えへんだけが分からへんねんけど、なかなかうまいわ。つうことでビール、うまー。なんか肉がいっぱいなってるでこれ。おい、この牛すぎうまそうやね、これ。満タンになってるからな。失礼します。失礼しました。の煮込み、うまいわ。ビール、これとかな、白とかないですよね。なあ、うまい。ぼちぼちいい感じ。もやしナムル、こんなナムル。これない。このあのナムルとかってやっぱうまいね。あのナムルは何、韓国とかそっち方面のあの漬物になるんだな、ようわからんねんけど。で、ビールね。うまそう。もうええんじゃん。これはトントロやで。トントロとこの焼肉をダブルでいこう。こんな感じでいこう。和牛&トントロダブルでいっておきます。あのあれやな、和牛と豚肉一緒に食うたかって、なんとなく歯ごたえで分かるわ。あのこれが牛でこれが豚やなの、なんとなく分かるわ。うまい。これでビール。
まそうな肉発見しました。これいっときます。これこれこれうまそうやね。こんな感じでね、ほらこれがね、こんな肉、牛肉。ウインナー、ウインナーウインナーうまそうやね、こんな感じ。ウインナー、ウインナーは大人から子供まで食べれる食材やな。パリって言ってうまいわ。これで持ってる、いいよ。うまいな。鶏肉です。こんな感じ、鶏肉、こんな鶏肉。やっぱりさ、鶏ってヘルシーやけど、ちょっと脂身が乗ってる方がうまいよな。ということで、脂身とその何て言うの、身のマッチングは最高ということで、ビール。うまいやないの。赤身盛りのお肉が来ました。続いてこんな肉を頼んでみました。でもってこういうちしゃなもうまそうやね。こういうね、見てみて、感じでしょ。これできてるじゃん。ちょっとダブルでいこう、ダブルで。こんな感じです。ということでお肉、こんな、半生まではいけへんけど、なんていうの、肉やからちょっと火炙るだけで柔らかい。これでもってビール、うまー、めっちゃうまそうやね。これいただきましょう。ダブルで、これとこれダブルでいっとこう。こんな感じでどうですか。これこんなお肉です。ダブルのお肉です。うまい。ほんまに和牛専門店だけあってマジでうまいぞこれ。うん、ビール、あ、ビールないぞ。言おう。続いてこんな肉が来てます。またこんな霜降りのおかわりの肉来ました。これをね、こういう肉を乗せるやんか。おいで、このぐらいでいったらごっつい半生やと思えへん。これこんな感じ、半生のお肉。これ半生好きやからね。めっちゃ柔らかいね、ビール。半生最高。ええ感じでしょ。焼けてますよ。イカいただこう。イカ、イカな、焼きイカ。こんな感じ。イカは塩や、塩、塩でね、イカはね、イカの塩味最高。おいでビール、相変わらずうまいね。最高。お肉、こんな、こんなお肉。やっぱり和牛にこだわってるお店だけあって、美味しい。まあそう思うのは僕だけか分からへんけど、うまい。ありがとうございます。失礼しました。うまっ。キムチと牛すじポン酢やで。感じに焼けてるで。おいで、赤身盛りがこんなに浮きました。なんか牛タン来たで、こんな感じ。このタンを、タン焼いてみようか。こんな感じで、こんなタンやで、こんなタン。こんなタンをここに置いてみて。牛タンちょっとね、半生でいってみようかね。ええかな、こんなもんで。これでいってみる。これタンやで、タン。こんなタン、牛タンの半生、こんなん、こんな感じ。うん、そのカレーやったら他にやっぱりタンやな。うまいわ。うん、でビール、イケメンで、うまこの豚肉ごっつい混ぜる。これこんなん、これがトントレやな。こんな感じ。まあ、お腹いっぱい揚げてる。うまそうに焼き上がってきたね。ウインナー、ウインナー、こんな感じ。もう食べれるってことです
コンとの塩でいっておきます。こんな感じ。イカの塩うまいな。こういうな、うまそうな赤身やで、これ返していこうか。こんな感じやで、ほら、うん、ついええ感じやで、これどれ、ええ感じでしょ。そんな肉、すごい、そんなにあるんですか。あ、うん、うまい、柔らかい、やっぱり、ね、和牛ってあの結構歯応えがあるんやな。うん、うまい。いってます。女子あるの、どんな飲み会なんですか。後半ですが、お肉、うん、そっからご飯とか行ったりしてない。あ、それはないことも第一。ほんまにあの歯応えがあるわ。これ和牛やからかな、よう分からんけど、あの、ようありません、普通の食べ放題のお肉って結構薄い肉多いやんか。あの歯応えある、うまい。牛すじポン酢、食系のほんま男子は少ないな。これ網変えてもらうの、うまいな。ビール、うまい、うまいな、いいんだ。うめ、この辺ちょっといただいてみようか。うまい、こんながっこ、体はうまそうや、やらかで、ビール、この辺もうまそうですよ。こんな、この霜降りのこんな感じね。あ、落ちた、また飛び、やらか、最高。これでそこでビール、つうことでビール、つうことで、いつもながら皆さん長々のご視聴ありがとうございました。ということで、コメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでよかったら Twitter と Facebook のシェアもお願いしますね。ということで、さようなら。